はい、どうも、ひろぽんです。さあ、本日は、はい、皆さんね、夏ね、来ましたね。来ましたね。夏といえば、何かあります？夏といえば、花火。おー、あー、綺麗だね、花火をね。見れてないんですけどね。確かにね。そや、夏といえば、なんか結構、甲子園とか、結構勝負とかあるじゃないですか。ということで、今日はね、ここね、フルメンバーいるんで、バトルしていこうと思います。お、まあ、バトル系はね、2回目なんですけど、今回、まあ、やっぱ、みんな、お金は欲しいですよね。欲しいですよ。何よりも。ということで、今回のバトルね、ちょっと動画のタイトルを発表します。はい。第1回、金運王！金運王？そう、金運王です。金運王っていうのは、いわゆる、僕と、ヒロポン、どちらが金運があるか、勝負です。あ、なるほど、なるほど。完全にも運で。そうです。お金に関わることの運で勝負です。おお、まあ、運も実力のうちって言いますからね。確かにね。で、早速ちょっとね、ルール説明に入ろうと思います。はい。で、今回、対決の内容は2つあります。2つ。で、この2つのうち、より多く勝った方が金運王となります。おお。そうだから、1回勝って1回でっかいだとバンって当てただけじゃダメなんですよ。2回勝つか、相手よりも多く勝たなきゃいけないんで。あー、なるほどね、勝負だから。そうです。はい。ということで、まずね、そう、勝負内容なんですけど、まず、一つ目。スクラッチ対決！スクラッチで戦う。そう、まあ、戦うっていうか、スクラッチを、まあ、一番安いやつですね。一枚ずつ買います。で、それで、どっちが多くの額を当てるか。違うでしょ。どっちも当たらないっていう、その場合は、ドローです。まあ、その場合はね、ちなみにどっちも当たんないとかだった場合はドローです、もちろん。はあはあ。二つ目は？二つ目。はい。は、ジャグラーです。ジャグラー？あら、いきなり。そう。まあ、いわゆる、ショットです。なるほど、なるほど。てんてんてんってね。そうそうそう。てんてんてん、てららら、じゃんってやってね、当たるやつ。てららら、てららら、てららら、てららら。あれもね、ちょっと音なってね、光るとすごいちょっとね。そうそう、テカルとね、脳汁ドバドバでやばいですよ。今回この2つでね、対決していこうと思います。で、やっぱり金運で運ということなんで、はい、今回はかけられる最低額で勝負します。おお。で、ジャグラーは1000円からなんですよ。で、まあ、なんていうの、そのほら、さっき言った、スクラッチ、はい、スクラッチは、200円からなの で、ね、今回は僕たちそれぞれ1200円、今回僕は用意しました。で、ジャグラー1000円のスクラッチ200円でやるってことか。そうです。なるほど。で、これ多く勝った方が勝ちです。そっちを勝ちたいな。前回いちご狩りでね、勝ったんで。そう、いちご狩りで勝ったのよ。しかも今回なんと賞金出ます。お、まあ、めちゃくちゃ安いんですけど、はい、賞金1000円差し上げます、勝った方には。マジで？それはちょっとなおさら勝てないと。で、前のいちご狩りの時にバトルで勝った方にはちゃんとその賞金とかそういう景品とか、まあ、負けた方には罰ゲームとかそういうのありっていうふうに言ってますもん。うん。まあ、対決系、これが今回ね、3回目で、で、ヒョウポンは2回目かな。そうですね。とりあえずこちら1000円と200円、こちらを、ね、そう、今回のやつ、これを渡そうと思います。はいはいはい、ちょっと頂戴いたします。じゃあ早速、一つ目の対決、スクラッチ対決、行こうと思います。それじゃあ、スクラッチ売り場にレッツゴー。 Go! YouTube チャンネル登録よろしく。はい、今、向かってますね。あー、でももう着いた着いた着いた。買いました。いということで、早速買ったんでね、これからでも戻ってね、これ削って、はい、買いました。さあ、いくら当たるのかやっていこうと思います。いはい、ということで、とりあえず買ってみました。宝くじね。いや、なんか今いろんな種類がね、あって、ね、スクラッチも。そう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 、まあ、アニメとか。そうそうそう、だけどヒロポンが何買うかなと思ってから選んだけど、うん、じゃあ早速こちらね、当たるのかどうかやっていこうと思います、はい、じゃあ早速ね、僕から行こうと思います。
開始目。お、アルパカかな。ちなみにこれアルパカ3つ揃うと100万円みたいですね。それを抜か。さあ2個目いきます。あー違うみたい。でもコマ連続で3個いくことです。4、どうなんでしょう。今4個削ってこんな感じです。では次もこれ今ここに来てはずなんですけど、じゃあ一気いきます。せーの、あらー、あっ、うわっ、えっ、あ、当たった。お、当たりました。バズマックス当たりました。1枚勝ちで200円です。いやすごいね、1枚買ってなかなか5枚買って1枚とかならあるけど、当たりましたー。ということでアドバックスとりあえず200円の勝ちです。さてさて、お次はヒロポンさんの番です。はい、じゃあ削っていきます。じゃあどうなるのか。縦横斜めどれでも3つ取ればいいですね。そうです、真ん中から。おっ、真ん中が4頭のやつですね。4頭、上行きますね。はい、ちなみに額はね、上の方が勝ちになります。こちら、おっ、もう一気にいっていいですか。もう一気にいっちゃいましょう。いきます。おっ、ということでヒロポンさんは揃わず。揃わず残念ですね。はい、ということでさあ1回戦の結果はね、私の勝利です。いやーすごい、1枚でね、ねえ、1枚で勝ちましたよ。ということで僕が1で彼が0ということで、ということで、ね、さあさてさて次の2回戦入ろうと思います。はい、ということで下通り着きました。お店に向かってますね。さあ今から2回戦ということで、はいはいはい、どうです、自信のほどは。てかあの、まずあんまりパチンコに行ったことないんで、あー、そこがちょっと不安ですけど。そうだもんね、僕らあんまギャンブルしないもんね。はいはい、まあまあでもちょっとね、楽しんでやっていけたらなと思います。じゃあ早速ね、コア21到着したということで、さあ早速ヒロポン挑戦です。はい、じゃあというわけで行ってまいります。じゃあいってらっしゃい。はい、さあ今度はね、皆さん私の方です。1回戦のね結果はまああれとはね、いえ2回戦もねちょっと頑張っていかないと負けちゃうので、いや今回はね、そう勝った額じゃなくて勝ったね、その回数なんで。ちなみにね今日ここね特売日なんですよ。そう、当たりの方を引きました。じゃあね、いくら勝てるかね楽しみですね。A few moments later。 あー、いやー、大ショット。いやー、雨やばかったね。いや本当にいきなり降ってきたからね。はい、ということですね、早速2回戦終わりました。終わりました、ね、でヒロポンさん、じゃあもう早速ね結果発表からいきましょう。はい、どうでした。結果は負けでした。0円でした。ちなみに私今回なんと特売日にいたのにもかかわらず0円でした。負けたということで、2回戦はどちらも0円ということですね。というわけで今回第1回金運王はアズマックスでーす。イエーイ、チャンスだー、やったー。ということでですね、さあね、返しましたということで、賞金の1000円も私が、ね、いただきます。おめでとうございます。はい、ということですね、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価お願いいたします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それではせーの、アディオス、またなー。本日の動画がいかがだったでしょうか。僕たち風がすごいです。走っていきましたけど、アズマックス、そしてヒロポン X インスタグラムやってますので、ぜひぜひフォローの方をよろしくお願いします。というわけで、またまた次の動画を見ていただけたら嬉しいです。
それでは皆さん、アディオス。